演舞開演。どうも、本日はじゃあセブンイレブンのザ・セブンシューを食べたいと思います。セブンイレブンのシュークリームは初めてですね。セブンイレブンみたいにあまり今まで紹介したことはないですけど、どんなシュークリームなのかな。ザッというぐらいだと強調しているんですよね。結構重量感があるという印象ですね。中身は、エグロワイヤルというパティシエの声から生まれた卵を使ったカスタードクリーム。見た目の色からしていかにも濃厚そうですね。おー、ではいただきます。そこまでかな。これカスタードクリームはやっぱり濃厚でもそこまで甘ったるくなくさっぱりとした感じわいでした。ただ卵を拒否するにはちょっと弱かったような気もしますが、こんなもんなのかな。ちょっとこのさっぱり感こそは求められていたものということなのでしょうか。どっちなんだろう。というわけでこちらのテストとさせていただきました。それではカゲロウのシンデレラかな旋風。夏の間しか使いませんからね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。